私は生理痛、排卵痛がひどく、どうしても出勤できないことがあります。生理休暇を男性上司に申し出たところ、無給だが昇給には響かないので、感じはいいがと説明された上、最後に他の女子社員は管理職でなくても我慢している。かっこ私は管理職と言われ、生理休暇が取りづらくて悩んで、まあ、その取りまくればいいんじゃないですか。生理休暇が理由で昇進できないところになった場合、労働基準法的には文句言うと、結構その労働基準監督署が怒ってくれたりするので、なんだ気にせず休暇を取ればいいんじゃないかなと思います。そういう人が増えると休暇を取りやすい会社になるので、結果として女子社員が働きやすくなるので良かったよねっていう結果に、長期的にはその会社にもなると思うので、その上司にしてみると働かないやつがいてめんどくせえってなるかもしれないですけど、多分会社にとっては長期的には良かったよねっていうことになるんじゃないかなと思います。